家康君の決断次第だ。本兵様、先ほどの病のお話は誠でございますか。急ぎ、腰を用意いたしますれば。場所では恩義に負担が。どうかご試合を。君たちのような配下を持てて僕は幸せだよ。ありがたいけど腰はいらない。 そう、その代わりと言ってはなんだけど、一つ頼まれてくれないかな。はは、何なりと。僕の最後のわがままに付き合ってほしい。三成君を沢山城を攻めるんだ。待たせたかい？半兵衛様、家康のもとへ向かわれたのでは。さて、覚悟してもらおうか、三成君。僕はもう秀吉には従えない。バカな！半兵衛様が離反？ありえない。これは悪夢だ。目覚めぬ御水だ。 急げ！門は閉じろ！こいつであの門をこじ開けてやりましょうぞ！ 開始。水位の制御は我ら工場部隊にお任せあれ。賢人よ、思い立った策がこれとはな。おおよそ狙いは察するが、うがった覚悟をした者よ。大谷君、君なら察してくれていると信じる。左上注意発進。 命に代えても通してみせます。亮太、とりあえず俺が突っ込むよ。三成様は今はダメみたいだ。あいや待て、主がかかつらえばまた絡まろう。弾のごとくにも砕けてるし、これも義のため、三成のため。お任せくだされ。 眠りたまえ。そんなにも僕を困らせたいのかい？ 困ったものだ。 巧みな策謀のみでは軍師としては不足だね。時には拙速が勝るんだ。耳に痛みしことの葉よ、甘んじて受け止む。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。 武道水、設問！先読みが甘いよ、大谷君。
君の傭兵はその程度か。虫ほどに働けとは極めて酷と思えるが。来るだ、佐藤君。君を相手にしている時間はない。あんたには何か思わせがあるみてえだけど、こっちは知ったこっちゃねえっつうの。佐藤君、早く完了。一気の殺れた。これは何があっても見つなりたまを守るって決めてんだ。相手が誰だろうと関係ねえんだよ。三成君への思いか。それは三成君だけで押しに対して抱くものと、どちらが強いのかな。豊臣の者にとって左側は力だ。その重み、よくよく心得て任せてよ。まあ、なんとかなるっしょ。まあ、よかろう。我が引き受けてやるまでよ。 死すべき時を自分で決める。僕にそれができるのか。後ろは振り返らない。前へ進むのみだ。僕一刻の猶予もない。急ぎ波状椎を無力化せねば。 ながら、これほど迅速に切り進むとは。進め！工場部隊、見事成し遂げました。 常通りにこなす。それ以上も以下もなし。おお、来たか。主も見やれ。天外に咲くスミレ色の星よ。我はな、 あれが欲しくてたまらぬらしい。三成君には告げないでいてくれたようだね。それについては感謝するよ、大谷君。やれ、荒療治にも程がある。主の残りを考えれば分からぬでもないが。本人にも言うつもりだが、三成君の欠点は やはり精神力のもろさ。かしこんで拝聴しよう。どんな窮地でもとっさに正しい判断を下せる。願わくばそんな強い心を持ってほしいものだ。それを三成に求めるは角を貯める気もするが。まあよかろう。主のやり口遮りはせぬ。 それにつけての手厳しいものよ。君への境界？<笑>気にしていてくれたとは嬉しいよ。この先軍師を担えるのは君だけだからね。こうしたって厳しくなるさ。諦めてくれ。大谷君、三成君の右側は君だ。後を頼むよ。はい、分かった。我に任せ。 座はつかぬぞ、武蔵坊弁慶のごとく。こしゃくな。先ほどよりもさらに固めたか。お任せください。工場部隊再始動。三成君、君はいつまでほうけているつもりだ。そのざまで本当に秀吉を守れるのか。 貴様。
いただいている。英語に使え続ける許可を。白色の雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず射滅しろ。おれ半兵衛、家康に続き、いや家康よりも秀吉様の御心を汚した大罪人だ。原点1、この程度の裏も読めないようでは先が思いやられるよ。感情の高ぶりでたやすく瞳を曇らせる。その悪徳は早く直してくれ。何だと？危なっかしくてとても秀吉の左腕の座を任せてはいられない。半兵衛様、半兵衛様、私は何という秀吉様のご親友を この手で。いいんだ、どの道残り少ないこの時間、秀吉の左腕たる君に新たな教えを施し導けたなら。秀吉のことは任せたよ。君ならばきっと秀吉を支えられる。それに君を支える左右の系譜もいる。きっと何もかもうまくいく。それは一体どういう。半兵衛様、半兵衛様、行くぞ三成。
我が沢院よ。はっ。半兵衛様、豊臣は必ずや、この私が。僕たちの夢を叶えるだけだ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。